おはようございます。速稼塾の久保です。今日は10月13日、時間にして朝の6時ですね。いつも FX は初心に戻ることを思い出させてくれます。というのが、 FX を覚えたての頃、使ったね、いろんなパターンとか理屈が未だに使えてるというね。で、新しい理論理屈をあんまり使ってないんですよね。だから最初の1年目で覚えたことがそのまま2年目3年目4年目も使ってるということで、じゃあ2年目と3年目4年目に覚えたことで新しいことがたくさんあるのかって言ったらあんまりないんですよね。あるとすれば、そういえばこれこの前もこんな形出たなっていうのが2度目3度目4度目っていう風な回数が重なってるだけで、確かにね、基礎を覚えておくと繰り返しそれが出るんだなっていうのをね、実感しますね。じゃあ、前置きはこのぐらいにして、今日もね、週足の方から見ていきます。画面を切り替えます。はい、週足ですね。いつも私が同じことをするのは、そういう意味もあるんですよ。ここに、トントントンとやるでしょ。これね、何年も前から同じことしてるんですよね。ちょっと丸が大きくなっちゃったところがありますけども。こうですよね。で、ここに触れると、上に行くんだよっていう、これもね、もう、なんですかね、何年やってるんでしょうかって感じですよね。確かにここに触れると上に行くと。ただやっぱり、ここはね、売りの流れがこう来てるわけですよ。移動平均線見ても。だからこの跳ねるのが、どっかこういう風に行くのかって言ったらもう行かないなっていうところですよね。山がここに1個あって、ここに2個あってってとこですか。これを結んでいくんですけども、3本目はそこまで伸びないのかなっていうところですね。全体的には、週足は売りの方に傾いているってことですよね。売り目線。で、これがデイリーですけども、デイリーもやっぱ売り目線なんですよね。同じです。こういうふうな形がこうあると。山がこうあるということでね。で、ここにもこうありますね。で、三角形、こういうふうにいろいろつないでいくと、こっちの方向ですもんね。移動平均線も緩やかに上下しながら下に向かっているということで、これも、売り目線ですよね。出入りも売り目線。じゃあ4時間はどうかということなんですけども、4時間は赤い線を引きましたよね。赤い線がここにぐーっとあります。これが何を見せるかっていうと、ここでクレバスのようにね、V の字ができたんですけども、ここに当たって下に行くってことなんですよね。で、ここを越えた時、ブレイク仕掛けたんですけども、やっぱりトレンド、大きな支配波が、下に向かってますから、それに押されて再び戻ってきたってことで、こっからね、なんか大きく下の方に、引き続きグッと行くのが4時間で見えるなと思うんですよね。ネックラインのここは越えましたからね。で、次はここを越えるかどうかですよ。ここを越えたら大きく下に行くんで、ちょっと売りの用意をしておかなくてはなということです。これは4時間でも1時間でも同じです。ここら辺まで下がるんじゃないかなっていうところですね。もう、売りの方で行けばいいですね、今日は。もうそうですね。このゾーンを引くとしたら、こういう風になってますんで、で、売りの流れがほら移動平均線、こういう風に大きく下に触れてますね。で、窓を作って NG を2個作っていると。3個目の NG を作りかけているところで、まさにこれ売りで入るのにうってつけの場面なんで、これはすぐ入った方がいいですね。私はちょっとね、上級者というわけではないんですけども、リスクが取れるんで、この根っこから入ります。もう今すぐ入るような感じです。中級者の方は、下がりかけたところで入ればいいんじゃないかなと思いますし、初心者の方はこのネックラインを超えたところで入ったら、リスクが少ないんじゃないかなと思いますから、エントリーポイントを3つ、上級者、中級者、初級者。これも、いつもの通りですよね。これも。同じパターンでしょ？どっからネックラインの、これ折れ曲がったところから入るのは、やっぱりね、リスクも取れないといけないんで、上級者向けですよ。で、動き始めたのを見て、そこそこのリスク、そこそこの、これなんですかね、リターンを求めるのが中級者。そして初心者の方は、小さいリスクで小さい、リターンを取っていくってことですから、やっぱりこう、ネックラインを超えてから、十分、
売りの方に進んだのを確認して入るというふうにしたらいいんじゃないかなと思いますね。そうですね、今日はこんなところだな。まあ今日はこんなところですね。FX の基礎講座も皆さんの方に届いていると思いますので、しっかりと覚えていただきたいかなと思います。中にはね、こんな基礎からやるのみたいなねこともあるかもしれませんけども、そんな基礎からやるんですよ。でしつこいぐらいやるんですよね。で今まだ2日目3日目と進んでいるところですけども、これね16日連続でいきますけども、そうですね、10日目あたりを過ぎたあたりからもうポロポロと、あれ2日目3日目やったこと何だったかなみたいになってきたりとか、不意にね、じゃあこれを説明しましょうって言った時に、とかになっちゃうんですよ。ですからね、いかにね基礎をこんな簡単なことかよって言って軽視すると、後々それがねボディーブローのように効いてくるんですよね。はい、ということで何回も何回も基礎に立ち返ってやると、何回も何回も1年生のつもりでやっていくと、5年生6年生になったところでまた1年生にわざと戻していくっていう形で、繰り返していくことが、まあ、攻略の秘訣なんではないかなと。アフィリエイトやっても転売やっても YouTube をやっても何をやっても基礎に戻ることで、まあ、初心に戻って、最初のね、緊張感とかいわゆるね慣れてきた熟練してくるっていうのは上達するのとはちょっと違うってことなんですよね。熟練と上達が違う。まあ今日はそんなところで締めようかと思いますね。それでは以上です。